河合神社は、新潟県長岡市東川口にある神社。縁起式神明町に、魚沼郡御座の一つとして記されている、河合神社の論者の一つ。旧、川口町中心地の端に位置する。水の神ということから、船人、川漁、聖の神ということから、婦人、武道の神も祀られていることからブーンを上げたい者が参拝していた。また、 信濃川と魚の川の合流点、三国街道の宿場町ということから多くの人が参拝し、木陰で休憩したりしていたという。川口祭りは、河合神社の祭りで、子供御子や女御子、源、義家を模した武者行列などが行われる。有力天皇の時代の創建と言われている。前九年の役芸に義家が煽りを奉納したと言われ、煽り様とも呼ばれているという。 工事2年1556年、上杉謙信が、源義家の立ち一ぶりと御衛家を剣じた。その後、放射寺火災と共に消失。明治5年、豪舎となった。明治6年、孫舎となった。天水足女命がこの地へ来る際に、川を流れてきて、山芋の鶴に捕まり、川から上がったと言われる。それから、神は山芋を好むようになったと言い、 都市の数の山芋を奉納すると一生に一度の願いを必ず叶えてもらえるという。ありがとうございます。